では、ポンコツペナントレース第28回戦ですか。おい、お久しぶりでーす。お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ショタコンクラゲです。下中です。どうも、審判のレビンです。下中さん8勝、クラゲさん6勝。やばなので結構もうそろそろ大詰めですか。いや、かなりもう今回決着つけてもいいんじゃないかなぐらいで、かなり気合い入れて入ってますよ。では28回戦ですけど、何しますか。28回戦は、私の方からご提案させていただきたく思います。ほうほう。レビンさんは、かの有名な芸能人の方ご存知ですか？あまり詳しくないレビンさんだと思いますけれども。ああ、そうですね。そんなレビンさんでも、この方はご存知なんじゃないでしょうか。うん、ウガンダさんです。誰やっけまあ、元祖、まあ、デブキャラタレントみたいな、非常に有名な言葉を彼は残してるんですよ。カレーは飲み物であると。ああ、聞いたことある。そのウガンダさんリスペクトしたこんな対決を、熱いレトルトカレーをどっちが早く全部飲めるか対決ああ、なるほどね。はい。はい。じゃあ、まずは、しもやかさんのレトルトの発表です。はい、僕は、資生堂パーラーというちょっといいところのレトルトカレーです。ビーフカレーですね。資生堂パーラーというところの。もう終わりましたね、この男は。どういうことですか？結局もうデブの心が何たるかっていうのを全然わかっていない。あれ、どういうことでしょうか？私はこちらです。はい。スパイスで極めたビーフカレー辛さ20倍大盛りビーフカレーです。辛くした理由がよく、量はわかりますけど、量大盛りっていうのはデブの気持ちわかりますけど、辛くした理由がよくわかんないんですけど。もうこれはもうレビンさんにただただ評価していただきたい。あー。おー。そういうところでね。うわー、そう。確かに。これはちょっとね、これはすごいことですね。開けますよ。おー。ああ、でもいい香りが、素晴らしいスパイスの香りがしてますよ。おー、ちょっと量多いな。後悔してるじゃないですか、もう。もうちょっと後悔してらっしゃるじゃないですか。あ、そうか。よーい。スタート。あっつ。あっつ。あっつ。あー、マジか。あー、辛いー。あ、クラゲさんでまずいですね。あー、クラゲさん全然進んでないですね。マジかー。あー、やめときゃよかったー。猫がミルクペロってしたぐらいですよ、まだ。まあ、ここからですよ、ビーザー。おぉ。あっち。クラゲさん、美味しいですか？美味しいです。やっぱり、あれですね、コクが違いますね、なんかね。味は最高ですね。熱いですけど、味は最高ですね、本当にこれ。おぉ。やっぱ一流シェフが作って、歴代シェフが受け継がれる伝統製法で作ったらしいですよ。あ、やべやべ、うん、おぉ、うん、杯交わしてるみたいな、なんかいやー、しもやかアホやな。もうそっから飲んだら冷えるわけない。あ、皿に移したら冷えるんですね。なるほど、あ、やばい、これやばい。そういうことか。ずっと熱いねんけど。頭脳プレイ。でも辛さがさあ、1分45秒ですね、今。美味しい、これ。楽しんでるね。最高っすね。あ、でもクラゲさんもだいぶいってんな。おお。あ、でもめちゃくちゃスッと飲んでんな。レビさん、飲み終わりました。嘘。中身して。本当だ。おぉ、下中さん、2分20秒ちょいぐらいですかね。これ美味しいですね、この、セドパーラの。このカレーうまいですね、これ。ほんまに飲み物みたいに。辛口なんて一言も言ってないのに。男気を見せたわけですね。なるほど、なるほど。てか、男気も見せられてないです。なんか、情けない感じになってますよ。泣いてるじゃないですか。村井さん、味の方はどうですか？美味しいです。本当かよ。ご飯欲しいですか？あ、ご飯、ご飯あったら勝てましたね。あ、なるほど。勝てました。ああ。判定は、しもやかさんの勝利です。やったー！やったー！イェーイ、イェーイ、イェーイ。いろんな要素がありましたけど、はい。
辛さが高いものを選んだりとかいろいろありました、量が多いとか。でも決め手はですね、やはり最後の方のコメント、ご飯欲しいですかって聞いた時に、ご飯あったら勝てましたねって言っちゃいましたね。もうこんな飲み物として飲んでるっていう自覚が全くないというところがもう決め手になりましたね。だからしまったはい、では、29回戦ですけどもどうしましょうか。ちょっとじゃあレミさん、そろそろ決めに行こうかなって、もうのリーチかかってるんで。そうですね、リーチになりましたね。いよいよ僕のフィールドで勝負してもらおうかなって、うんうん、フィールド、はい、まだフィールドじゃなかったんかい。ラブレター対決ですね。お前のってラブレターな。あの、マジで一度やっぱりラブレターを書いて、その女性に渡す前にクラスメートに見つかって黒板に貼り出されるという事件以降、うん、ぐらい話題になるラブレターをね、書きまして。ポジティブやな、めちゃくちゃ。それ以来ラブレター書いてなかったんですけどね、やっぱラブレター書くの得意なんじゃないかなと思って。それ以来書いてない、ブランクがすごいな。その時もう頂上を取ったんですよね。そのクラスに張り出されたっていう時点でもう一回頂上を取ったんですよね。なるほど。そのなのでね、僕もラブレター対決封印を解いて、また今回ラブレター対決で勝負決めようかなと。なるほど。ええ、うん、レビンさんに向けたラブレター。ん、え、嫌ですか。嫌ですか。え、嫌ですね。絶対引き分け確定ですもんね。まあまあ、じゃあとりあえず普通がいいですよね、最初は。なるほど。まあラブレター送るって言ったらやっぱり同級生やの。同級生、ああ、なんかその恋してる同級生ってことですよね。相手の想定はまあどんなんでもいいですよ。ちょっと距離遠いぐらいのやつかな。ああ、そんなに仲良しじゃないっていう感じ。そう憧れてるみたいな。もうさん付けで呼ぶ感じの相手。はいはいはい。じゃあまあ制限時間3分ぐらいですか、クラゲさん。3分で足りるかな。あ、3分ぐらいでしょうか。では、ちょっとさん付けで呼ぶぐらいのクラスメートに向けてのラブレター3分間です。3分まとまるかな。よーい、スタート。じゃあ読み上げてもらいましょうか。じゃあ下中さんから、はい、読んでいきましょうか。さん付けで呼ぶぐらいのクラスメートを思って当てたラブレター、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ディアーさとこさん。突然ですがあなたは夢を持っていますか。僕にはあります。おお。それはあなたと恋人同士になりたいという夢です。おお。この夢が叶うかどうかは分かりませんが、僕は今叶うと信じ笑顔で手紙を書いています。めちゃくちゃ真顔やったけどな。この手紙で一つだけあなたに贈り物があります。ん？たった4文字の言葉をあなたにプレゼントしたいです。好きです。よかったら僕と付き合ってください。体育館裏でお返事お待ちしてます。うん、以上ですね。みんさん、どうで僕のやっぱラブレターですね、本当に。なるほど。まあ強いて言うなら、まあそのさとこさんのどういうところが好きなのかっていうところがちょっと書かれてなかったので、まあいわゆる独りよがりの愛なのかなとは思ってしまいましたね。いやいや、同級生なので、なんか同じぐらいの年の子にそんなここが好き、赤がそこが好きっていうと、やっぱちょっとなんかなんて恥ずかしいみたいなところもありますし、それは別に付き合ってから直接言えばいいわけだって、その体育館裏に来てもらってから直接言えばいいわけだって、別にこの場でそんな言う必要ない、ラブレターの中でくどくど言う必要ないのかなって思ったんですけど、まあその時点でもう体育館裏には来てくれませんよね、どういうところが好きかっていうことを書かないと。まあでも気持ちはだいぶこの文面に現れてるんで、まあ体育館に来るか来ないかはもう佐藤さん次第ですけど、まあ僕は来てくれるんじゃないかなと思いましたけどね。ディベートですかこれ。始まっちゃったね、ちょっと。あ、すいません、白熱してしまいました。ではその、燃えたぎる、いろんな意見があるというクラゲさんのラブレター、ぜひ聞かせてください。お願いします。はい、お願いします。雪が降り積もり、鬼の声遠く響き、節分の豆が恋しくなり始める今日この頃、井上さんにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。お、
こんにちは。私は同じ学年のオチというものです。あなたの生徒会での会計の仕事で、全校集会で部費を発表する声はとても素敵です。特に5000円という時の透き通る声は素晴らしいものがあります。よかったら今度お話ししてくれませんか？ああ、以上です。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。気持ち悪いストーカーですよね、レミさん。これはもうね、ほんとに。悪いですよね、ディボキューさん。こんな手紙もらったら。何が言っても今度お話ししてくれませんかですからね。なんかこう、ぐいぐいっていう感じはないですよね。判定は、引き分けです。引き分けですかこれ、引き分けですか。まずね、クラゲさんの方は、もう節分の豆とかね、ちょっと、なんか外側すぎるんですよね。はあはあ、言ってることがね。5000円っていうのがあって、なんかもう金に汚いやつみたいな。そこをピックアップされても困惑でしょ、相手も、ね。なるほど、なるほど。っていうところが。で、下谷さんに関しては、あの、体育館裏で待ってますって言っても、その時間の指定がないんで、いつ行ったらいいかわかんない。そんなとこ見ます古典的な漫画みたいなラブレターじゃないですか。そう、もう差出人の名前書いてないみたいなね。ちょっと抜けてるところがあって、これじゃあちょっとなっていう部分があって、この対決ではちょっと引き分けですね。お互いの悪いところが目立ってしまったということで。ちょっとジェリーさん、もう一回やらせてもらえませんか。もう一回いきますか。もう一回お題を変えて、ちょっとこれだけじゃ引き下がれないですよ、僕も。なるほど。そうですね。アイドルとかにする？地下アイドル。まだ全然有名じゃなくて、まあ、最近でシングル出るかなーぐらいのことを言ってるみたいな。なるほど、なるほど。よーい、スタート。はい、では、クラゲさんから行きましょうか。地下アイドルで、まあグループ活動4人ぐらいかなでしてる、アイドルで、まあそろそろシングル出るかなぐらいの感じの、アイドルに対してのラブレターですね。お願いします。ラブリーニャンニャンおはらっちララピーの永遠のファンラザニア1号っす。この前のオータムフェス、ララピーが一番輝いて見えたでございます。いつもふわふわのララピーだけど、陰でたくさん努力しているのがラザニアアンテナに伝わってきただよ。チェキの時にも言ったけど、もしララピーの周りに変な男がいたら遠慮なく1号にお知らせしてほしいのだ。直ちにお守りしにすっ飛びピューするからね。ラブララピーラザニア1号でした。ではでは。やばくないですか。ちょっとクラゲさん気持ち悪すぎますよ。本職やん。これはもう素敵なラブレターってきましたよね、やっぱりね。なるほどね。どうですかね、やっぱ真面目なお便りとはちょっと思えないというか、なんていうから、本当に。肝太郎コピペじゃないですか。やっぱこう、ララピーのキャラクター性を守った手紙っていうところがね、やっぱり大事なんじゃないかなと思いまして、一番最初はこう、ララピーの挨拶なわけですから、これ、ラブリーニャンニャンおはらっちーですから。肝太郎コピペな。肝太郎コピペじゃないですか、ただの。なるほど。いやー、でもすごいものを聞かせていただきました。では、下岡さんの方もお願いしましょうかね。僕は真剣に、本当の真剣に、ラブレターを書いてきましたんで、レビンさん、そこ評価してほしいです、本当に。ザ・フルーツサミットのみかん担当、ペロちゃん。突然のお手紙、申し訳ございません。いつも活動を応援している一階の名もなきファンです。あ、握手会でいつもみかん大福を差し入れしているものといえば分かっちゃうかもな、かっこ悪い。どうしてもこの思いを伝えたいと思い、今回は筆を取らせていただきました。グループの活動も軌道に乗り始め、フルサミが手の届かないところに行ってしまうその前に、今しかないと思い、思い切って行っちゃいたいと思います。ペロちゃん好きです。ファンではなく一人の男、アイドルではなく一人の女として僕と付き合ってほしいです。もちろんリーダーとしてグループの掟である恋愛禁止を破るのはいささか怖いと思いますが、何があってもあなたを守ります。安心してください。僕があなたのみかんの皮になります、かっこ笑い。もし OK だったらライブ後出口で待っている僕にキスをしてくれると嬉しいです。
ありがとうございました。ああ、するか。なんでですか、レミさん、ペロちゃんの気持ち次第じゃないですか。失脚や、その時点でもう。なんで終わりや、そいつ。怖いな、しかもリーダーなんや。そう。リーダーや。ザ・フルーツサミットのな。ああ、フルサミって言ってたもんな。略してフルサミですね。なるほど、なるほど。じゃあ、判定させていただきましょう。よっしゃ。判定の方は引き分けです。なんでですか、レミさん、こんなあんな肝だこびると引き分け。みかん大福キスと引き分けですか。キモすぎる。キモすぎる。本職ですか、二人とも。いや、本職じゃないですよ。やったことあるやろ。破り捨てるやつやろ、ビリビリって。アイドルが、いや、ちょっとテーマに寄せすぎましたね。そうですね、ちょっと、てか多分アイドルに届かないですね、このマネージャーにやられるってことですか。すごかった、すごかったはすごかったですけど、ラブレター対決なんでね、あの心が動かされるというか、ゾワゾワする対決やったら、まあ2人とも勝ちかもしれませんが。ああ、うん、下中さん9勝、クラゲさん6勝で、あー、リーチかかってる。まだクラゲさんにもチャンスが、はい、あります。いや、でももうおしまいでしょうね。もう正直ラブレター対決は勝ってると思ってますから。引き分けや言うてんの。